こんにちは、ノーデスパープルプレイやっていきます。今回は、ノーデス高校の二股育成ってどうなの？千丸でイベント特攻ガチ育成ですね。やっていきたいと思います。白霧、猿川、ラミ、触ったり、犬山、そして、キジタということで、サポートは風薙ですね。で、今回、イベント特攻育成をちょっと裏で作ろうとしていたら、千丸出たので、まあいい機会だなと思って、二股育成と同時にね、皆さんにお届けできたらいいかなっていうふうに思ってます。招きカロバーで、初期値こんな感じです。行きましょう。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。評価自体は大丈夫だと思うんですけど、そもそもデートが完走するかっていうのと、あとラミーちゃんに関してはね、バッドイベント起きたりするので、二股すると、なんかその辺も、どうなのかなって思いながら、ちょっと見ていけたらいいかなっていうふうに思ってます。仙台来て、とりあえず仙台行かして。今回どっちもいいよね、マジで。はい、OK。カーラーの行きましょう。6。いいね。6、ここしかないか。はい。で、ここでまずはカード2枚もらいましょう。で、からの急行、準急、お、準急いいですね。もうゴール迎えますね。準急あるなら。一応、6があれば、ゴール自体はできますね。ありますな。ゴールするか。ゆかりの地、黄色なんだけど、ここも。ゆかりの地めちゃくちゃ多くない？なんか。とてつもなく固まっているんだけど。これ、もらっときてえよな、カード。次3出るかどうかは全くわかんないけど。たらればとか欲しいな。準急。ラミーこの辺なんだな、守り。守りはいらんが、まあまあ。で、ラミーちゃんも来てくれまして、かつゴールもちゃんとできました。ありがとう。いいですね。あ、この辺からよな。とりあえずゴールガンガンして、この評価をね、バシバシ上げていくことが重要だと思うんで、それをまあ、どんくらいできるかっていう話ですね。あとは、エンマがかなり近いのかな、これも。エンマがだいぶゴール近いんじゃないか、これ。エンマ14ですね。カードもらいたいよな。ゆかりの地がめちゃくちゃ止まれるんで、ちょっと行きたい感はあります。準急とお守りしかないんで、もうちょっとなんか、いい感じのものをもらえませんかね。てかそろそろゴールドカード入ってきてもおかしくないんだけど。場所がええ、ナイス。お守り捨てます。お守りかい。あ、やっぱそうですね。準急1枚捨てましょう。まあ、そろそろ来るよなっていう感じだったんで、まあまあここはしゃあなしですね。で、エンパと場所替えすればどうとでもなるので、まあちょろちょろってしてて大丈夫ですね。あ、普通の黄色か。まあ青の守備とか行くっていうのもありですが、ちょっと場所替えしましょうか。あとはゴールドカード使います。で、お、いいね。これ強いやん。守備で敏捷を取れる上に、青マスで、しっかりゆかりの地に。カラーの筋力もらっておきましょう。まあ、感覚的にはどうなんでしょうね。まあ、早めに来てくんないと、早めに彼女になってくんないと、使い切れないみたいなとこはありますけど。これは、ここでゴールか。準急使います。さすがにこれ、グキってないでしょ。OK。怖。使っていいんかな？どうなんでしょうね。わかんないけど。いい、ナイス。いやー、ちょ、それはだいぶ向こう近いな。それはナイスでもなんでもなかったわ。だいぶ近いわ、向こう。ゴールするんじゃないの？来週にはゴールしますとか言ってんだけど。あと3。やべ。そうですね。12だと、青ですね。まあいいか。有効で。ちょっと急いどきましょう。で、ちょっと技術使うからの、はい。残り3。3とかってゴールしにくいんですよね、ちょっと。告白入りました。これで、キジタは OK ですね。ああ、まあ、そうよな。
ちょっと急いだものの。急ぐ必要なかったかも。博多。ポイントでよかった。そしてラミーちゃんもしっかりと、彼女にはなってくれたんで、これで、まあ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 という感じじゃないでしょうか。黄色。普通の黄色。飛びましょう。グッド B の残り11。いいですね。ゴール圏内に入るのか。てか、広島は買い占め行けますね。買い占めと来たいけど。ゆかりの地カードでもいいけど。買い占めよな。決算来るしな。決算来るが結構大きいですね、やっぱり。はい。行っちゃおう。からの、がっつり、ここは。買い占めときましょう。精神ギリギリですね。やめとけよ。オッケー。やめてー。せっかく行けたのにーって感じ。これカロバーさすがに使います。で、技術はすごいことなってると思うので、博多か。680の技術700。買い占めいけそうですね。多分300ちょいとかだと思うんですけどね。多分。転生。リリース。まあ、こんなもんでいいか。300ちょいとかだと思うんだけどな。うん、まあ遠くから来てるんで、遠くからボーナスがね、入るんで。おー、はい、ちょっとひどいな。鹿児島とかが良かったわ。ただここもしっかりと買い占めいけたんで、まあまあ、いい感じなんじゃない。うん、自動デートも走りました。ゴールドカードも入りました。てかもうゴールしそうですね。ゴールしてもらった方が逆にいいかもしれないぐらいの感じですけど。で、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 何点入るんだ？一体。まあまあ入りますねという話と、あと黄色い木止まって、なんかどうこうできたらいいね。って感じなので、まあ今からこの急行であがいても、しょうがないと思うんでね。8と10。まあ。あ、止まれんよな。はい。普通に黄色行きましょう。ほい。なんかください。潜在一遇ください。潜在一遇ください。うわー、来ないんか。血おならカード入ったんで、それで、吹っ飛ばすみたいなムーブはできますけどね。あ、東京駅さっさと変わってほしい感ありますね。オッケー。さ、次行きましょう。たらればカード。からの、ちょっとおなら、吹っ飛ばすか。ちょっとこれひでえな。自分の手元がだいぶひどいですね。タラレバで3とかがいいな。なあ、来ないか。ひど。青マス止まるのが一番ベターですかね。今やることないんで、完全に。ナックルさん。はい。はいよ、ゴール変えてくれ。うん、オッケー。近場。おー、まあ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 、それなりですね。オッケー。ポイントあったら全然構わない。からの、ちょっとゴールの回数が、なかなか、おー、負けたー、少ない。で、ラミー走りました。なんか、技術がカンストしている。あと11。岡山買い占めいけますね。岡山買い占めしてからかな。技術がとんでもないことになってるんで、ちょっと振ります。はい。で、岡山買い占めちゃいます。で、あとは次急行で一応ゴールできるので、まあ、それでもいいかなって感じですかね。ひじたナイス。さすがにダブル彼女だと、体力に関しては、もうしっかりこの自動デートが動いている分には、楽そうな感じですね。オッケー。雨落ちからの、残り8。4、一応あります。なんか大阪も行けますね。大阪も行っちゃうか。買い占めできるんなら。うん、まあ、大阪がゴールになるかどうかわからんし。
ゴールになったらゴールになった時にね、行くのが一番いいんですけど。残り3。オッケー。いいんじゃない?回復。からの、次ゴールさせてください。使わしてもらってもいいな、今回。使わしてもらっても全然いいかもしれんけど。お、いいですね。しっかりゴールできました。で、技術が結構、すごくなってるんで。なんか精神結構必要じゃなかったっけ、ここ。いや、それは気のせいだ。技術、筋力ですね、必要なの。低め取りましょうか。精密機械。と、玉持ちか。ちょっとだけ使いたい感ありますが、無理やな。はい。OK。京都ゴール。まあ、今のところそこそこっぽいかな。ちょっとゴールの引きがあんまり近場で来ないんで、広島かーい。さっき買い占めた。そこだけちょっと気になるなっていうのと、筋力も足んねえな。結局これ3回になっちゃうとなかなかしんどいなーみたいなところもあるんで。最大値上げ。特急かな今。さっさとゴールしちゃいたいですね。13か。12。12だとゆかりの地なので、これは行くべきですね。うん、いいでしょう。しっかりと黄色でカードもらいましょう。準急ナイス。トラツバ欲しいわ。準急しか入ってこねえ。からの、ラミちゃんのデートですね。オッケー。からの、よーい、ゴールさせてやー。6。まあ、行くとこないんで、スタミナでいいですね。ちょっとここは、さっさとゴールさせてほしいですね。正直、旨味も何もないんで、広島行っても。まあ、こういう感じになったりはするので、なんでしょう。やっぱ駅に到着してから、まあ、いろいろとやりたいっていう気持ちはありますね。よし、ゴールできた。急速でゴールしましょうか。まあ、なんか、いいんじゃない?ある程度使って、ある程度使っていいんじゃないか。こんなもんか。で、玉持ちとか、あと左取っちゃおうかな。まあ、今回千丸なんでね、しっかりと、この辺取っちゃって大丈夫だと思うんで、勝ち運。縛り、バント封じ。あと、あれ取りましょうか。あれででででででで、打球反応。オッケー。広島オッケー。さあ、次ですね。ちょっとゴールをマジで目指させてほしいんだけど。遠いんだよな、さっきから。こうなると、まあ、ちょっと結構厳しいなっていう風に思いますね。クリスマスはキジタ。遠いなぁ。30マス。18。18だと、20、19、18、赤ですね。ちょっとよろしくないな。準急使って7にしましょうか。ちょっとカード枠も結構圧迫してきてるんで。で、あとは、あれですよね。まあ、うまいこと、ギャネンドラとかで、こう、ワープを引き出したい。あとは、コリス。まあ、この辺で動けたらいいなぁ、なんていうところですよね。まあ、気持ち筋力多めに動いていきます。お守りいらん。いやー、今回、何にも来んな。何にも来んな。なかなか、手厳しいですね。これ、そうか。なるほどね。やばいやばいやばい。近い、近い、近い、近い。おならカード使ってもいいけどな。健康に過ごして最大値上げておきます。はい、吉。そろそろ一番欲しいところでもありますね。6。18。20、19、18、静岡かな、これ。特急使います。ゴールドカード使います。で、静岡だと筋力ですよね。
なんで筋力以外をちょいちょいと使いまして、うん、筋力いきましょう。使うしね、今使うしね。残り5、なんとかこれで、ゴール圏内に入ったのと、筋力が大量にもらえる静岡を買い占めできたのは結構いいことかなと思います。のまあない、もうセンスになってますからね。必要ないですね。遠くから来てるんで結構入りますね。300ちょいだな。打たれ強さ。あとは、精神か。なるほどね。尻上がり。うん、こんなもんか。まあ、大丈夫でしょう。ギリギリ大丈夫だと思います。それかギリギリ漏れるかわかんないけど。オッケー。お、近場にならんな、名古屋。からの精神が、そうですよね、ここは。筋力。これで次一応買い占めができるので、まあ、横浜も行きたいところですね。衝突猛進。ラミーちゃんが進んでないな、あんまり。勘は、まあ、個人的には強いですね。おならカードで M が吹っ飛ばします。からの。ゴール圏内に入りたいので、ゆかりの地だし、ブルーだし、ここは、ここで OK。てか、すげえ技術。技術半端なくないこれ。技術とんでもないことなってんな。名古屋は、技術大量に使いますね。800点使いますね、技術。そうか、海岸してねえのか。まあ、しょうがねえな、これ。オッケー、残り5。うん、この辺がもったいないですよね。ポイント入ってこなくなっちゃうんで。からの、グラウンドで、しっかりと筋力ですね。で、ゴールはちゃんとできました。問題は、この、あまりあるポイントを、海岸とかで使いたかったんですけど、ちょっと海岸がまだしてないので、それはっていう感じですね。ただ、筋力使わないっぽいんで、力変化球使わないんだな。こんなもんでいいかな。多分まあ200ちょいなんで大丈夫ですね。はい。OK。決算も一応挟みますと。近場にならんな。近場くれ。精神が足んなかったな。もったいないっすね。これは借りてほしかったわ。うん。そろそろ乾燥しそうですね。そのあたりがあと1回。で、決算はまあまあ、ただ技術が死ぬほど入ってきてるんで、それは必要ないかな。1069。今のところは、まあ、普通ぐらいの進行かなというふうに思います。特性で。うわー、ここで攻撃。この手持ちで攻撃になられてもな。これマジで飛んでいけなかったら悲惨なことになるな。黄色でちょっと飛んでいかせてほしいですね。っていうぐらいなんか厳しいんだが、現状。現状のこの厳しさどうにかなりませんか。マジか、すごいなこれ。もうちょい筋力使いましょうか。筋力は使っとこう。技術精神はまあ余ってもいいんで。なんか、くれ。オッケー、特急。まあ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 。ちょっと一回ぐらいはゴールさせてほしいけど、正直わからんですね。タイミング悪すぎましたね。特急だよな。15もいけるし、18もいける。20、19、18。いいね。特急ですね、これ。特急で、特急でこれですね。で、技術変化は、まあ、余らしときゃいいんで、こんな感じで進んでいきましょう。ほっ。わー、潜在一遇。あと1マスだったな。厳しい。勝負の勝ち方、強心臓。あー、なるほどね。弾落ち終わっとるな。うん、オッケー。
で、ちょっと強心臓どこまで進んでるかわかんないんで取っちゃいまして、こんなもんでいいかな。29。いやー、マジきついな。マジできついな、これ。後継機0ゴールありますね、このままと。いや、イエロー。まあまあ悪くはないけど。イエロー悪くはないんだけど。わ、虎に翼、やば。これゴールしたいけど無理や。ちょっときついですね、これ。なあ、マジか。マジで0ゴールなんだけど、このままと。参考になるかも。きつ。ここですね。100%。もしくは、はぁ。遠いよ。遠いよ。どうにかしてくれよ。こうなるとね、マジできついよね。せっかく翼も入ってるんだけど。ちょっとマジでどうにかしてくれません？新幹線来ればいける。特急。腹の。赤マスカードいらねえ。いやー、ここで足引っ張られんのマジ嫌だな。オッケー。今回鉄腕はね、相方がいないんで、なんとも言えませんが、たられば捨てましょう。うわー、ゼロゴールだった。これは、きついな。マジ吉ですね。まあ、もうほんとしょうがねえけどな。特急使いますか。うん。守備で、一気に進んでいきましょう。もう一個覚えるか。うん。基礎値は整ってきましたね、徐々に。てか、体力回復したいんだけど、デート起きてくんない？残り6。一応、遠くからゴールと虎に翼なんで、まあ、そこそこの点数は入ってもおかしくないんで。ライバル妨害。多分結構入るよな。おそらくですけど、660点ぐらいは入るんじゃないかなって思ってるんで、ちょっとそれぐらいは覚悟しながら行きたいですね。なんで、精神点が割と重要かもしれませんね。すごいね。660とか意味わかんない点数入ってるね。660はマジすごいな。まあ、さすがに、こんなもんやろ。大丈夫やろ、これで。うん。で、体力回復しましてからの、はい。よし、オッケー。ようやったわ。うわ、すげえ、700弱。わかんない、いいですね。このパターンはね、普通にありがたいというか、当然なってくださいという感じなんで。オッケー。902、やば。どんな風にで、これ、いつだ？で、ラミーちゃんも、まあまあ、頑張って走ってくれてます。ゴールできそうですね、ラミー。なんとか。ラミーちゃんなんとかいけそうっていうのと、ミナカツだな。ラミーちゃん慣れてなさすぎるな。ラミーちゃんか。あと何くれるんだ？ジャストフィットですね。をもらいたいね。火消し人よりは。あと12。まあ、12だったらうまいこと、6、OK ですね。6あるね。うん。これで、なんとかいけそうかな。あとは、輪っか内を、しっかりと、買い占めできるかどうかなんだけど。筋力は大丈夫。技術が足んなくて無理そうって感じか、これ。うん。技術が足んなくてちょっと無理かなって感じの流れになりそうですね。この、ここでなんか、いっぱい点数くれんときついね。106。106じゃ無理や。うん、これだと多分無理ですね。うん、まあちょっとあがいてはみますけど。
多分無理かなとは思います。ただ待っててもしょうがないんだよね。これちょっと変化点は漏れるかもしんないです。これ300点以上入るよな。うんですね。函館からの、まあ残念ですがって感じだな。やっぱりちょっと技術が足んなかったんで、もうそもそもね。はい、オッケー。からの6進めるカード2枚ある。いらん。エンマあと11か。場所替えしましょうか。ここで場所替えしたらきっとエンマはだいぶ困ると思うんで、困らしときましょう。困らしときましょう。オッケー、残り5。カラーの、ここも買い占めちゃいまして。次。で、ゴールできました。しっかりと買い占めもいけそうですね。筋力が680、技術が680か。まあ大丈夫ですね。うん。ゴールの回数はそこそこ増えてきているので、まあ、セクニよりはマシなんじゃないかなというふうには思いますけど。はい。青森、近い。さっき買い占めた。さっき買い占めたパターン。OK。うん。あと、青マス、そろそろ踏んでいかないと結構、やばいかもしれませんっていうのを頭入れておきたいですね。うん、こんなもんでいいかな。すげえ、行ってこいになったわ。半端な。ゴールの回数半端ないですね。そろそろなんかいろんな小壺もらえてるから、取ってもいいんだけど。岡山、遠い。うん。で、次、決算ですと。で、ここはジャストフィットもらっておきましょう。で、カンストしているが、カンストさせたままでいい気がしますね、筋力以外は。筋力がやっぱ一番欲しいと思うんで、これ。筋力だけ使おうかな。6進めると準急しかないわ。一回ここでって感じかな。守備でいいかな。そう、筋力は、まあ、できるだけ使っておいて、筋力入るようにしておいて、はい。で、いいでしょう。もうイベントとかは大体終わってると思うんで、ぶっ飛びナイス。なんも入んない。からの、結構いい数値入ってますね。23,56。で、結構余らした分もあるんで、まあまあ、それなりだと思います。特性ビラン。あかますさっきこれと逆だったらな、完璧だったんですけどね。わりかしね。クイック。これ、これ。この辺からもうバチバチ取っていきます。あとなんか下の方もコツそこそこあったよね。警戒解除。で、まあぶっ飛びですかね。ひとまずね。残り16になりました。まあ6かな。はい。残り10。準急。赤バスカードが何とも言えんな。で、そうですね。まあ変化球ポイントは、まあ1個ぐらいは上げていいか。行きましょう。よし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 。はい、が出ました。次行きましょう。オッケーですね。岡山か。からの、残り10。新幹線準急6進める。ああ、いいっすね。ここでいいな、全然。からのちょいちょい使っていきたい。ちょっとバランスをそろそろ見たいところではあるので。ユープライド、うん、そろそろちょっとバランスを整えていきたいところ。残り4。カマスカードマジでお邪魔やな。6いらん。6進めるあるんですよね。うわーきつ、マジでめちゃきついやん。
お邪魔カードばっかりあるわ。からの、しっかりとラミちゃんも終わりました。で、肘に爆弾抱えました。ゴールできるね。はい、純血買います。で、岡山はもう買い占めているので、特に何もないと。遠くから来てるよな、これ。大丈夫かな、こんなもんで。OK。よし、いいね。まあ、なんとか二股もデート回るみたいですね。というか、そうだったわ。不景気だったわ。勘弁してやー。まあ、不景気で、お、すげえ、近っ。うわー。すごいね。こんなにゴールできるんだったらって感じはあるわ。こんなにゴールできるんだったらって感じあるわ。これマジで好景気と不景気逆転してたら相当来てますね。鹿児島。まあまあ近い。ラブパワー入りまして。まあこれ何でもいいね。カラーの変化球ポイント。で、もうすぐ、あれですね。終わりですね。23。近づいておきたいな。あと一回鹿児島しっかりゴールしたいか。20か24どっちでもいける。24で青かな。はい。新幹線使います。で、青マスの方行きたいんで、あ、どっちも青か。守備でいいよな。すげえこれポイント。なかなか入っとりますね。はい。そろそろ、青バス、大丈夫かな？ギアチェンジ、いつもなんか足んないんですよね。来い。来い。いや、来ないか。来ないか。それはまずい。あ、ゴールはできるんだけど。ゴールして、まずゴールはして。ていうか、まだコントロール終わってなかったか。コントロールまだ終わってねえよ。はい。ゴールして、次、青マス止まって、もらえんかったらもらえんわ。はい、名古屋。無理。そこは無理です。で、鹿児島買い占めして、これでもう物件系は多分もう無理ですね。からの青。青。青に行きたい。青に行けるような。青いけねえ。青いけねえ。まあ、これでしょうね。これもらって終わりかな。で、バランス的には、筋力別にそんなに重視しなくても良さそうな感じなので、まあ、わーっと振っていきましょうかね。うん。むしろ筋力はお邪魔かもしれません。っていうぐらいのバランスにはなってるんで、まあ、そこそこ綺麗ですかね。うん、ギアチェンジはちょっと欲しかった。ぐらいの感じ、6進め。わ、いらねえ。もういらん。もはやいらん。どうなんだろう。必要だったんかな。6だと青ですね。6進めで使うか。で、これで青でスタミナもらいまして、っていう感じでいいよな。筋力で多分余るんで、これは、決算で余らせやりましょう。いやー、あと一回だったか。そうよな。ちょこちょこは踏んでたんで、そろそろかなっていう風には思ってたんですけど。で、すげえな、守備。めちゃくちゃ敏捷あるんだけど。敏捷点で海岸を決められそうかな。っていうぐらいのポイントはあるね。筋力いらんな、マジで。技術精神を多めにもらえるようにこんな感じに調整していきましょうか。うん、いいんじゃない。ラブパワーでちょこちょこもらっていきます。からのスタミナは踏みたい。ちょっとまあリスクあるけどな、これ。ちょっとリスクあるけどな。こんなリスク取んなくていいかな。あと4ポイントのために。一応びっくりもしてるから欲しいっちゃ欲しいんですよね。順応もあるし。はい。うわー。よかった。
大した怪我じゃなくてよかった。犬。オッケー。順応ちょうだい。おーい。順応クレア。はい。で、急速上げましょう。172。あとは、先手。ジャスフィアもらえる可能性ある。火消しも可能性ある。海岸なくてもいけるかなって感じですね。行きましょう。はい、勝てました。オッケーですね。さあ、次行きましょう。からの一回お休みなのと、あとは、ちょっとサータリーからもエピローグで金得が、ディレードアームか。ディレードアームか。なるほど。一回休みましょう。からの光っている、犬からもらいたい順の、オッケー。うん、筋力余るな。筋力余るんで、そこは、なんとか調整したいですね。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。からの。はい。守備。サータリだと筋力がいらんな。ここは一回、チームメイトと遊んでおきましょう。で、行く。で、行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。よし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 。からの、ラストターン。スタミナ。おー、いいとこで光ってますね。これで、とりあえずスタミナは100まではいけたでしょう。で、筋力がやばい。ただ、精神系の筋得が入ってはくるので、ちょっとそこは頭には入れたいが。そうっすね。一回海岸しましょうか。さすがに300、200でいいと思うけど。どうだろうな。サークルチェンジ、まあ上げるんだろうけど。まあ300、200か。てか、振らなくても大丈夫そうじゃないこれ。いっか、このまま。はい、勝てました。OK ですね。ということで、どんなもんでしょうね。どんなもんでしょうね。まあ、それなりにはできたかなとは思うんですけど。二股のデートがちゃんと全員完走するっていうのが分かっただけでも、まあ、良かったかなというふうに思います。過去ね、なんかいろいろやったんですけど、全然、ダブルで完走するってなかったんで、まあ、そういうところは違うかなって感じです。はい、3-3ですね。ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16段かな。で、火消し人とあとは復活を開眼してます。ということで、行きましょう。おー、ということで、ピリ寸前という感じでしたね。まあ、もうちょっと経験点が欲しかったなっていうところと、やっぱり好景気不景気にだいぶ左右されたサクセスになっちゃったんで、その辺が、まあ、もったいなかったかなっていう感じでございました。やっぱあそこが来た時に何回連続でゴールバンバン入るとか、あとはトラツバもね、うまく活かせるかみたいなところもあるので、なんかそのあたりが重要なのかなって感じです。ただ二股自体はやれないことないと思うので、まあ、こう、デッキ構成の幅としては一つ検討してもいいのかな、なんていうふうには思いました。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。